皆さんおはようございます。万歳大家のチャンネルをご視聴ありがとうございます。バンコク在住ワンルームマンション大家、略して万歳大家のチャンネルです。今日は5月の8日月曜日でございます。朝7時、ちょうど7時です。万歳大家はこれから自宅を今出て那覇空港の方に向かっています。とりあえずね、ユイレールの浅戸駅まで歩いています。昨日のね午後から結構ね本格的に久しぶりに雨が降り始めて、バイク乗っててねちょっと危なかったんですが、部屋に戻ったら本降りになっちゃってね、すごくラッキーだったんですが、で今日はねこの朝ね傘さじて歩かなきゃなんないかなと思ったけど、こういった感じでね、まあ梅雨空ですけど雨降らない、道路もねドライになってます。それで気温がねちょっと長袖を着てうっすら寒いっていうのかな、ちょっとだけ寒いってな感じで、もう最高の気温です。バンコクに住んでることを考えたらね、本当にいいです。やっぱりね何度も話してますが、4月5月はね、まあ、6月も含めて那覇がいいですよね。1年間のうちにね、何度も何度もこうやって自分に言い聞かせておきたいと思います。6月はね18日から帰国ですね。3週間ぐらいバンコクにいなきゃならないって、いなきゃならないって変な言い方ですけど、それで7月はね3回もねポチっちゃってねこっちに来ることになりました。でも7月8月はねバンコクのがちょっとだけですけど涼しいんですよね。まあその代わり雨ザーザーなんですけどね、雨ね、まあザーザーっていうかねスコールが降る時があるっていうような程度でね、結構晴れると暑いんですけどね、そうやってあっち行ったりこっち行ったりしてね、まあお金もかかるわけだし、まあホテル住まいっていうのは、まあ今日これから福岡行って今晩はアパホテル福岡なんですけど、福岡のね、それ以外は極力はホテル住まいはしないとね、日本に来るときはねというふうに思ってるんですけど、あとねバンコク帰ってまたまたホーチミンに行くんですよ。ホーチミンで、ホーチミンでねこの前行ってきたばっかりでね、最近の動画は全部ホーチミンです。緑色の何ちかね見出しのねホーチミンばかしなんですが、ホーチミンがね痛く気に入っちゃったんで、またもう一回行ってこようかなと思います。それでね何をメインにっていうかね、これやっぱりね食です。ベトナムの食で、これから時間のある時にまだね有名なベトナムの食べ物でいただいてないものもあるんで、前回はねブンチャー、ブン料理ね、ブンボーとかね、ブンをいただいたんです。でもまだ他にねバインセオとかっていうねそういった食べ物とか、まだねご飯料理コムガーとかね、なんかそういったものをもっとね調べて、それでもちろん美味しいねバンミー、バインミーは何度もいただきたいと思います。まあお店とその なんというかね、ベトナムの食ですよね。ベトナムの人が普段いただいているもの、まあ本当にまあ B 級グルメというかね、万歳大家お得のね、そういったことをね楽しみというか中心にというか、まあ、別にそんなアカデミックなね香りを出したいでも何でもなく、ただ美味しかったか、あお口に合うか合わないか、まあ今までのところね本当にねお口に合いまくりでね、だからホーチミンいいなと思ってたんですけど、あバスいっぱい立て続けに来てるな。バス乗ってねこの辺まで降りてもいいんだけど、この時間ね空港行きの直行便がないんですよ。9時までないんです。今朝7時ですからね、これから乗る飛行機が9時40分発かな、9時のバス空港行きに乗ってると間に合わないんですよね。
だからこうやって歩いてユイレールからね、空港に直行ということで、まあ歩かないでね、歩くっていいことですよ。腰痛治りますからね。まあ沖縄にいる間腰痛ほとんどなかったですけどね、運動し近く歩いたりね、バイク乗ったりしました。ホーチミンの話が沖縄の話になったり、またホーチミンの話になったり、それで6月ね、先ほど18日だったかな、6月月始めから18日ぐらいまでずっとバンコクにそのままいてもいいんですけど、気が向いたらね、まあ暑い時ですから場所を考えてね、ちょっとまたチケットの安いお安いところ、前からね行きたいなと思ってたね、まあそうなるとまたちょっと出費かかるっていうことなんですけども、まあどっかいい場所ないかなって探してみたりしたいと思います。とりあえずねここで一回止めます。はい、あさとの歓楽街に入りました。ここもいつもの歩くコースなんですが、今日はいるかな。はい、無事にニャンゴちゃんとご対面して、なんかこの辺り10匹いるってなんか一回聞いたことあるんだけど、大体見るのはね 2,3 匹ですよね。ここがね旧第一高等女学校跡、姫入りの塔のね、学徒隊の女性たちの女学校があった場所ですよね、この辺りね。それが今日はこっちから行こうか。それが今はね、あさとの歓楽街になったということでね、もうすぐあさと駅なのでイーレールに乗って空港に行きます。空港です。飛行機乗るの好きなんだよね。今朝もね5月の5日子供の日、なんか6日もそうだったのかな、成田空港がねめちゃめちゃねバンピーだったという、ゴーアラウンド続出、もう設置する直前ちょっと前まで行って諦めてゴーアラウンドじゃなくて、もうずっとね高い高度のところでも諦めちゃって、もうねゴーアラウンドしてる、そういう YouTube ね、ライブ YouTube をずっと見てました。だから思うんだよね、なんで成田ってああいうところにね空港作ったのかってね。でめちゃめちゃね横風なんですよね、サイド。だから偏流飛行とかクラブを取るとかってなんか専門用語で言うらしいんだけど、こう斜めにこうせ、クーッと滑走路入って、で後ろの足をつけると同時に、機体をまっすぐにして、それで前輪を設置させるという、そういうめちゃ高度な技が必要なね着陸になるんです。はい、それじゃああの浅戸の駅のエスカレーター登るのでここで一回止めます。7時40分に到着したので自宅から40分で那覇空港ということですね。はい、それじゃあ空港の中入りたいと思います。はい、那覇空港です。まだね朝8時15分前なので、まあ閑散としてるっちゃ閑散としてますよね。お客さんはぼちぼちといった感じですね。福岡行き MM28 には8時10分チェックイン、あと20分待ち、8時10分待ちだよな、9時40分発ですね。はい、荷物測ります。7キロ、 8.12 だ。これは減量しなきゃダメですね。はい、ちょっとダイエットさせた荷物をちょっと測ります。あ、6.02 だ。これが重いのね。2キロあるちょうどでした。今回のフライトの運命のお座席は 22E でございます。真ん中の席でしたね、ちょっと残念。はい、それじゃあ保安検査の方に行きたいと思います。そういえばピーチね、那覇空港でね荷物はかんないですね。
だからここの保安検査場いきなり入っちゃってもいいみたい。入ります。はい、搭乗口は36の A、 そこすぐ右曲がったところです。なんか入れるラウンジないみたいでね、残念でした。福岡11時過ぎに着くんで、福岡駅まで行って、それでね、ずっとね温めていたラーメンをいただきに行きたいと思います。そのラーメンはね、両方とも家系なんだけど、福岡駅から近い方に吉村屋直系のね、あの家系内田屋さんがあるって、あの内田屋さんって、あのバンコクにもある内田屋さんとちょっと同じ系列なのか、その内田屋さんは直系なんですよ、直系。それでね、もうちょっと駅から遠いところに今度はね、大道屋がね、大道屋さん、そこが出してるね、ちょっと名前はね、あのそっち行ってから分かると思いますが、そういったお店もね出てるんです。最近ね、だからね、あの博多駅の近くに本格家系が2店できてるんですよね。なんか前回行った時にね、バスターミナルの上でね家系ちょっといただきましたけど、今度は本格的ですからね、楽しみにしてるんです。はい、ラーメンです、ラーメン。あの博多の豚骨じゃなくてラーメンです。お楽しみです。これはスターフライヤーかな、ポケモンの飛行機ですね。やっぱちょっと雨降ってんのかな。はい、到着しました。この飛行機で福岡に行きます。今8時55分です。9時26分です。いいね、那覇空港はボーディングブリッジ使えるからね、ありがたいですわ。はい、9時28分ボーディングです。小さな手荷物は前の座席の下に、前の座席の下からはみ出す大きな手荷物は座席の上の物入れに収納してください。腕は前に伸ばして、やっぱ収録が始まりましたね。ここは無表情、脱出の妨げとなるため手荷物は一切持たないでください。両側のゴム管を拭いてください。または翼の上で膨らませてください。お子様の救命衣は客室乗務員がお配りします。安全のしおりが座席ポケットにありますのでご覧ください。ただいまから客室乗務員が安全点検を行います。シートベルトの金具を見せていただき、はい、後期です。後期が11時47分福岡におりました。福岡空港です。にゃんごちゃん、あ、ここにいた。雨降ってからね。にゃんごちゃん、おはよう。今度またね。あそこにいた。にゃん、みゃみゃみゃ、みゃ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 、うんうん、お元気ですか。おねんねしてたのね。メス猫ってなんか愛想いいね。はい、バイバイ。
バイバイ。はい、ニャンゴちゃんでした。